時日米交渉初めて下田の地で行われた際、やはりその表舞台裏舞台、とりわけ裏舞台の方で大吉さんはその役割を十二分に理解をされて務めていただきました。そのご功績によって日米交渉もスムーズに運び、下田の地において日米修好条約が締結され、日米の外交のスタートを切ったわけであります。今皆さんアメリカもロシアも中国も EU もそしてアラブやアフリカも世界各国が政治も経済も混乱混迷を生じております。そういう中でやはり今までもこれからもやっぱり日本が一番同盟関係をしっかりと絆を結んで友好親善を務めなければならない、頼りになるのはアメリカ合衆国であります。今このことを考えるとやはり下田の地において緑泉寺においての興津さんの役割というものはもう一度私たちは見直してみる必要があるんじゃないだろうか。それからまた戦前戦後、特に戦後舞台に歌謡曲にあるいは下田にとっては誘客の面で大変なご功績を下田は享受してきたわけであります。今これから私たちが興津さんの霊に報いるのはどうしたらいいのか、先ほど竹内君も話されておりましたように、やっぱり大勢の観光のお客さんを下田に招く、これがやっぱり大事ではないかと思います。幸い明るい材料がいくつか出てまいりました。伊豆半島のジオパークの世界認定もほどなく実現されてありましょう。静岡県の大型観光キャンペーンもいよいよプレイベントから始まります。そしてまた2年先には東京オリンピック・パラリンピックの伊豆市開催、このように下田の観光にとっては明るい材料がいくつか出てまいりました。静岡県の観光予算も今年は、昨年は21億円余り、今年は23億円余りに伸ばしておるわけであります。そしてまた先日、今日は竹内議長をはじめ市議会の皆さん大勢ご臨席でありますけれども、私たちはバス1台で40名で東京の国交省に、あるいは国会に、自民党本部に、伊豆神宮を早く下田に伸ばしてくれ、観光客を一人でも多く下田に連れてきたいんだ、そういうお願いに国交省や国会に、自民党本部に行ってまいりました。これからもやはり私たちは力を合わせて下田への観光誘客に努めて、興津さんのご功績を改めて私たちは感謝の念を持たなければいけないと思います。結びになりますから、皆さん方のますますのご活躍をお願いをいたしまして、今日のお祝いの挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは住職、読経をお願いいたします。